尾道ラーメン。両チームの先発投手をお知らせいたします。読売ジャイアンツはメンデス、12試合目の登板4勝を3敗。広島東洋カープは玉村、7試合目の登板2勝0敗でございます。まもなく開始されます。広島東洋カープ対読売ジャイアンツのスターティングメンバーをご紹介いたします。先攻のジャイアンツは1番ライト長野、ライト長野セカンド7、2番セカンド吉川直樹、セカンド吉川3番レフト秋広、レフト秋広背番号55、4番サード岡本、サード岡本背番号25、5番ファースト中田、ファースト中田背番号10、6番センター梶谷、センター梶谷背番号13、7番キャッチャー岸田、キャッチャー岸田背番号27、8番ショート門脇、ショート門脇背番号35、ラストバッターはピッチャーメンデス、ピッチャーメンデス背番号65、監督は原辰徳。Shut up!
番号と ご紹介いたします。読売ジャイアンツピッチャーは26番今村、32番鈴木、41番中川、48番田中、49番丸山、58番船場様、65番メンデス、96番菊池、以上9名。キャッチャーは22番小林、24番大城、27番石田、以上3名。内野手は2番吉川尚輝、6番坂本、10番中田、25番岡本、35番門脇、40番中山、52番北村、55番秋広、以上8名。外野手は7番長野、8番丸、13番梶谷、42番フリッソン、43番重信、51番浅野、以上6名、計26名。代わって広島東洋カープピッチャーは12番大道、13番秋野森浦、20番栗林、21番中崎、26番増田、42番アンダーソン、43番島内、65番浜村、68番ターン、以上9名。キャッチャーは
番坂倉、40番磯村、以上4名。内野手は00曽根、2番田中、7番堂林、33番菊池、51番小園、61番矢野、69番たつき、95番デビッドソン、以上8名。5番石川、37番野間、52番末金、55番松山、59番大森、以上5名。計22名になります。Thank you.
どっち